はい、どうも皆さん、こんばんは、マークでございます。ちょっともうちょっと、もうちょっとこっち、はいはい、こんなもんか、大丈夫かな、こんなもんねえか。なんか暗いな。こんなもんか。暗いのはお前の性格だって。うるさいよ。今日もほっともっと行っちゃったよ。いつもさ、スーパーマーケットには行ったんですよ。スーパーマーケット行ったんだけど、なんかこうピンとこなくてさ。お肉とかもちょっと安かった。3割引きとかだったんだけど、3割引きじゃなぁと思って、あれ4割引きだったら買ってた。あー熱、ハイボール。最初は薄めでね。それでは乾杯。今日ね、洋風バラエティ弁当っていうのを買ったんですな。まあこちら、これね、洋風バラエティ弁当。なんかちょっと、いや写真と比べてちょっと がっかり感があるかなって。なんか、なんか写真の方が美味しそうな気が。はあはあ、そういうことか。分かった分かった、写真との違いが。これさ、写真ではさ、分かる、これ大きいフライドポテトが入ってるんですよ。これ大きいフライドポテトがね、3つ。だからここに入ってるフライドポテトはこのぐらい、マークの親指のこの先端ぐらいのフライドポテト、親指の先端ぐらいのフライドポテト、親指の先端っていうか、これもう爪ぐらいのフライドポテト。もうこのフライド、まあいいや、こういうケチくさいことを言うのはやそう。ひどくない、このフライドポテト。アップにしたら大きく見えるかもしれないけどさ、炭酸のキャップと比べてさ、ひどくない、このちっちゃいフライドポテト。ちょっとうちの冷蔵庫で作った氷と、なんかちっちゃい、ケチくさいってごめんね。食べよう、洋風バラエティ弁当ね。これ多分売れないな。じゃあまあ食べます。
いやまずこのちっちゃいフライドポテトから。ちっちゃ。スーパーでフライドポテト、こういう形のフライドポテト売ってるけどさ、こんなちっちゃいのなんかないよ。こんなちっちゃいフライドポテト見たことある？洋風バラエティ弁当ね。ハンバーグ、エビフライ、メンチカツ、唐揚げ、ウインナー。じゃあとりあえずハンバーグね。ミニハンバーグ。エビフライ。ソースがついてますね。メンチカツ。なんかあれだね。結構夏とかさ、カレーで、いろんな種類のカレーのなんかね、カレーのお弁当とかあって楽しかったりしたんだけど、この洋風バラエティ弁当はすごいなんか商品開発を手抜きした感じがあるね。うん、ウインナー。意味不明な漬物。から揚げ。このお弁当絶対売れないと思う。これで540円ならさ、通常のあの特唐揚げ弁当買った方がすげえいいような気がするんだよな。
これで540円高いような気がする。なんか作ればよかったな。ノグバラエティ弁当はハズレです。ないや、ご飯が美味しいとさ、お酒が進むんだよね。美味しくないとお酒が進まないので、まあ健康にもいいでしょう。はい、ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。